新鮮市場木村。はい、本日はこちら高松市総合体育館に来てます。今日なぜこちらに来ているかというとですね、アスペルジュ香川の選手たちが香川県の国体の予選に出るということで、今日はしっかりと応援をしていきたいと思います。では行ってきます。こちら組み合わせ表です、ですね、香川県はですね、この徳島と1試合目試合して、でこっちの勝ったチームと決勝になって、勝てば国体に行けるということで、次は熊本らしいです。はい、コーチと試合なのでまた応援したいと思います。ファンも一丸となって、まあ、勝利にできたのかなと思って、はい、とても良かったと思います。で、まあ、本国では、まあ、ベスト8には入れるように、はい、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。とても疲れたんですけど、まあ、香川県のチームはそんなに特別大きい人がいたりとか、パワーの強い人がおったりとかっていうチームではないんですけど、そういうチームでもチーム力で勝てるっていうところを証明できたんじゃないかなと、そういういい試合だったんじゃないかなっていうふうに思います。
いや今日すごかったですね。サーブめちゃくちゃかっこよかったです。ではまた次回の動画でいろいろとまた深掘りしていこうと思いますので、また楽しみにしていてください。ありがとうございました。監督おめでとうございます。ありがとうございます。今日振り返ってみていかがでしたか？そうですね、怪我人が2人ほどいたんですけど、なんとか前回その2人が頑張ってくれた方がいいかなと思っています。はい、次国体本戦が鹿児島であるということを聞いたんですけども、はい、意気込みを、香川県の代表、四国の代表として、精一杯戦っていきたいと思います。次も頑張ってください。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。怪我されてるっていうことだったんですけど、すごい活躍されててもうすごいなと思って、もう私めちゃめちゃ白熱して全然ルールわからなかったんですけど応援したんですよ、はい、どうでしたか？いやもう、まあそうですね、自分が怪我してるのもやっぱそうみんな知ってるんで、やっぱ周りが頑張ってくれたから、うん、まあ、こういう結果がついてきたかなって思います。はい、では次また本戦で楽しみにしてますので頑張ってください。ありがとうございます。おめでとうございます。今日どうでしたか？そうですね、まあ、僕はベンチで、はい、いることが多かったんですけど、うんうん、若い子たちが勝利させてくれた、はい、すごい印象やったと思います。いや応援すごかったです。あ、すごかったですね。特徴的な応援があってびっくりしました。香川の地元の皆さんのおかげで、はいはい、アスパラのように長く強く勝ち取っていただきたいと思います。国体本戦で、はいはい、楽しみにしてますので、はい、よろしくお願いします。はい、本日 の白熱した試合いかがでしたでしょうか？私も初めてで全然ルールわからなかったんですけど、むちゃくちゃやっぱり応援がすごくって、あ、こうやって応援したらいいんだと思いながら、こうもううわーってなって盛り上がったんですけども、次は10月ですね、鹿児島で国体がありますので、ちょっと行けないんですけれども、次はマネージャーさんからいろいろちょっと教えていただいて、またインスタで発信しますので、ぜひとも皆さんお楽しみに見ていてください。本日もご視聴ありがとうございました。またねー。